アニョンセヨーの意味見た韓国からお届けしております。今日はね、ずっと前々からリクエストをいただいていた What's in my bag? バッグの中身紹介をやりたいと思います。本当にお待たせしました、申し訳ございませんっていう感じなんですけれども、よくバッグの中身見たいですってリクエストたくさんいただいていたので、私ね結構バッグほとんど何も入れない派なのよ。なんですけれども、今日はねたくさんバッグに中身を入れるときっていう体でやっていきたいと思います。クラムシジャッキバッキよ、クチューニナイン。じゃあまず私のお気に入りバッグの紹介ですね。じゃーん、もう私の宝物、こちらのシャネルのバックパックです。これはね本当に手に入れられたのは本当に担当者さんに感謝っていう感じで、もう私が本当に欲しかったバックパックなので、このサイズと1個大きいサイズがあるんだけど、私はねミニサイズの方が可愛らしくて、このコロンとした感じの形が好きでね、こちらにしました。あまりにも大切すぎて、本当おしゃれするときにたまに使うぐらいにはなるんだけど、こちらが私の愛用品のバッグの一つです。じゃあバッグの中身の紹介ですね。私結構香水をよく使うんだけど、香水が大好きなの、常にいい香りでいたいのよ。いい香りのものをつけてるって気分も上がるし、気分がこう変わるんだよね。で、前インスタで私の好きな香り知りたいですってコメントくださった方がいたので、ちょっとね私の香水のご紹介をしようかなって思います。で、私香水ジプシーだから本当にいっぱい香水をたくさん持っているんだけど、その中でも本当に一群ちょっと厳選して今日は持ってきました。一つがじゃん、このシャネルのパリパリっていう香りです。これはなんかその国をイメージしていろんなところの都市の香りとかが出てるんだけど、私はちょっとパリに憧れがあるので、この説明書きを読んで実際に嗅がずにオンラインショップで買ったっていう、そしたら本当に大成功で、もうめっちゃいい香りで、その空間に撒くだけでもう高級感あふれる香りになれる。これは本当に飽きずに使えて、くどすぎないでなんか気軽に使えるし、女性らしくて本当になんかパリの女性になれたような気持ちになれる。ボトルも可愛くない？めっちゃいい香りということで、一つこちら私のお気に入りの香水。もう一つはこちらアクアディパルマのローズの香りですね。私はローズの香りそんなに得意じゃなくって、なんだけどティファニーの What's in my bag を見た時にティファニーがこれを紹介してたんだよね。でこれをつけるとめっちゃみんなにいい香りって言われる、もうハッシュタグでティファニースメルズグッドみたいなティファニーはいい香りっていうハッシュタグができたぐらい、はぁもうさ、ほんと迷惑メッセージ超多いの。なんか知らない名前のイーインス様なんちゃらみたいな、私イーインスじゃないからみたいな、もうひたすらここから来て、もう毎回着拒してるけど、いろんな番号から来て本当に腹立つわ、ごめんね。それでもうその私はティファニーのワッツインマイバッグを見ただけで、あこれめっちゃ欲しいって思って、またオンラインで嗅がずに購入したらめっちゃいい香りだったので、私ローズそんなに得意じゃないって言ったんだけど、このローズはマジでいい香り。もうハッシュタグができるっていうのが分かるぐらい、これも本当に高級感ある香りで、ちょっと甘いんだけどほんのりローズもあって、可愛らしいローズの香りっていう感じかな。香りで言うと結構冬向きなちょっと重ための香りだから、これは主に冬に使う。これは本当デイリー、いつでも季節問わず使える香りっていう感じで、最近私が買ったお気に入りがこちら、じゃーん、ダニエルズトゥルースっていうところの香水なの。私はここでね4つ香りを購入しちゃったんだけど、今日は厳選して1個だけ持ってきた。ボンシェルっていう香りなんだけど、これをデパートで配ってたの。嗅いだらめっちゃいい香りで、この香りが忘れられずに購入しました。で、基本的に香水ってアルコールが入っているけど、これはアルコールフリーでオイルの香水なの。だから結構さ、香水って8時間持ちますよとか言われているものも、正直そんな持たなくないって思わない？思わない？黙っちゃった。これはね14時間持つの。さらに髪の毛につけることで21時間持つんだって。それがこのオイルの香水の特徴なので、これをつけた日は本当に一日中私をいい香りにさせてくれる。つけ直さなくてもずっといい香りでいられるの。ロール式の香水だからちょこ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 っていう感じでつけられるし、持ち運びとかにもめっちゃ便利なサイズ感だよねっていう感じで、これが最近のお気に入りです。また香り系になっちゃうんだけど、ハンドクリーム、お気に入りのハンドクリーム3つ。1つ目がタンバリンズのこちらの香りですね。これはジェニーちゃんとのコラボの香りだったっけな。タンバリンズはこれもねティファニーが紹介して、そっから入り込んだブランドなんだけれども、ティファニーが紹介して韓国でもタンバリンズって爆発的に人気になったのね。でちょっと
ちょっとウッディな感じもありつつ、なんか少しね海外を思わせるような香り。1つ目これと、あとはこちらグレイソルトハンドクリームチューブローズっていう香りです。私は全香りを購入したんだけど、まあ他はオンマとかお姉ちゃんにあげようかなって思って、このチューブローズっていう香りを私は選びました。すごいどっかで嗅いだことあるような香りなんだけど、思い出せないんだけど、またローズなんだけど、ローズっぽくなくってちょっと甘い可愛らしい香りなんだよね。でここはソルトって書いてあるんだけど、なんか塩の歯磨き粉は多分有名定番で、日本の新宿伊勢丹にも出店しています。まあ、韓国で買った方が安いし、その時割引特典とかもあったからちょっとお得にゲットできました。あともう一つはこちら、これもダニエルズトゥルースのボンシェルっていうハンドクリーム。さっきのこの香水と同じブランドの同じ香り。ここはアメリカのブランドらしいんだけど、日本には進出してなくて、だから韓国に来た際にはぜひ買った方がいいよっていう感じで、ボンシェルっていう香りが超いいの。ここの商品4つ買ったらハンドクリームとルームスプレープレゼントしますって言われて、乗っかって4つ買っちゃってプレゼントでいただいて、これを使ってます。次はじゃーん、よくサニタイザーはね持ち歩くようにしていて、これはジョンマスターのサニタイザーなんだけれども、 T3 とユーカリの香りですね。私はこれとイソップをよく持ち歩いてたんだけど、イソップはちょっと家に置いてきちゃったから、韓国では基本これ。あとはこれはね、あのオリーブヤングでさ、レジ並ぶ間にさ、なんかこういうのがいっぱい並んでるのよ。こういうのとか、なんかちっちゃい化粧品とか、だからレジを待ってる間にポン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 ねカゴに入れちゃうっていう、私以外にもそうやってやってるお客さんがいっぱいいたんだけど、私はまんまとそれでこのクリネックスウェットティッシュを買っちゃいました。可愛くないなんだっけな、2つ買って1個ただみたいな感じで合計3つ買ったのかな。可愛くてウェットティッシュ必須だよね。韓国って基本的に、まあ、最初から出してくれるお店もあるけど、言わないと出してくれないお店もあったり、まあ、いろいろだから、まあ、便利だし、私結構潔癖だからいろんなものふきふきしたくなっちゃうのだから、あのウェットティッシュ持ち歩いてます。次はこちら、これもね韓国で買ったんだけど、エコバッグだよね。ビグルビグルのエコバッグなの。ビグルビグルっていうのがキャーン、可愛いでしょう。もうエコバッグこればっかり使ってる。ビグルビグルっていうのが韓国の有名な雑貨店で、これはテヨンとかアイドルの子たちが使って人気になったところですね。私も将来の夢は、私絵描くのよ。知ってる？知らないよね。私のインスタを見てくださってる方は、私の絵がハイライトにまとまってるんだけど、正直言っていい？私ビグルビグルよりめっちゃ可愛い絵描けるから多分私の絵をグッズ化したらめっちゃ売れると思うんだよね。だけどどうやって売ったらいいかなっていう、なんかその誰か力を貸してくれる人がいないとなんか達成できないなみたいな、どうやって売ったらいいかわからない。だからなんかいいアイディア持ってる方とかいたら教えてください。めっちゃ私の絵評判で、めっちゃ可愛いの。本当に可愛いの。ビグルビグより全然可愛いのっていう、あのけなしてるわけじゃないよ。ビグルビグが可愛いから買ったんだけど、私の絵めっちゃ可愛いんだよっていうことでね、あのインスタのハイライトで見ていただけたら嬉しいな。私にはねアートの才能もあるのよ。はい、じゃあ次イヤホンいやアナログだなみたいな絶対思うよね。これはお兄ちゃんから買ってもらったオーディオテクニカのイヤホンで、結構なんか重厚感って言うんだっけ、わかんないんだけど、例えばロックとかズンズンチャズンズンチャみたいな、そういう音が結構響きやすいから、例えばクイーンの曲とかめっちゃいい音質で聞こえる。でこの前はねビーツのイヤホンを使っていたんだけど、それが壊れてお兄ちゃんにこれを買ってもらったの。ワイヤレスも思ったんだけど、充電がめんどくさかったんだよね。充電しないといけないじゃん。あとはなんかどっかで落としたら嫌だなっていう、それがちょっと怖くて、ワイヤレスも欲しいなって最近思ってる。めっちゃ音質いいからおすすめ。次じゃーんこれヘアクリップなの。可愛いでしょ。オンマが買ってくれたんだけど、これがねすごいしっかりしてるし、なんかちょっとお団子した時とかにチョンってつけると可愛くって、いろいろ試した結果これにした。なんかお姉ちゃんとかオンマに見てもらって、あこれにしようよみたいな感じで、可愛いでしょ。次はじゃんお財布ですね。めっちゃいかつみたいな感じなんだけど、もうこれは金運狙ってのお財布になります。見てからもそうだよね。こちらブルガリのお財布です。金ゴールドって、まあ金運アップって有名じゃない。でヘビっていうのも金運アップなのよ。で、あとなんだっけな、これを買った時の私にちょうどこのヘビとゴールドが運勢的に超良かったんだよね。ということで私はこのお財布に切り替えました。お財布って3年ぐらいの効能なんだって。まあでも高いしね、あのそんな3年ぐらいで買えるつもりは別にないんだけど、個人的に結構気に入っているお財布です。次
ちゃん、パスポートケース私の洋服の色と一緒じゃん。ドラマ見た人は知ってるよね。運命のように君を愛してるだったっけな。チャンヒョとチャンナラが出てたかな。その時にチャンナラが絵を描く方でこの絵を描いてたの。多分ドラマ見てる方はすぐわかると思うんだけど、ゆくしんもんっていう絵だよね。これはカロスキルにお店があって、そこで買ったんじゃなかった気がするな。ちょっと忘れちゃったんだけど、ここにお店があるから興味がある方は見てみて。昔すごい流行った絵です。でそろそろパスケース変えたいなとも思ってるんだけど、なんかちょっとしっくりくるものがなくって、とりあえず今これを使ってます。じゃあ最後にじゃーん、スマホケース。これはケースティファイのケースです。私はもうずっとケースティファイを使ってます。落としても割れないし、もう超頑丈。この前にね、別のものを使ってたんだけど、リサ・フランクっていうアーティストのコラボだったっけな、それを使ってたんだけど、それがもう長年使いすぎて崩壊しまして壊れちゃった、割れちゃったんだよね。それでこれに買い替えました。 iPhone は11 Pro だった気がする。なんか iPhone ってさ、毎回新しいの出るけど大して変わんなくない？でも同期とか超めんどくさいから、もういいんだよこれでっていう感じで、これをずっと使ってます。はい、ということで私の What's in my bag の紹介でした。楽しかったかなまたこういうの見たいとかあれば、最近はね韓国も超慣れてきて、もう楽しく生活できていて、あ次ここ行こう、あそこ行こうみたいな、そういうのを考えながら毎日生活してる。あとはなんかインスタですっごい励ましの、もう愛のこもったメッセージくれたファンの方がいて、まあ私ほんとそれ見て不思議と涙溢れちゃった。でなんかそういうメッセージとか皆さんの励ましっていうのが私の頑張るぞっていうね励みになっております。だから本当にみんなには感謝してるし、その分みんなにはもっとなんか返していきたいなと思ってます。なのでなんかこういうの見たいなとかあればお気軽にコメントをいただけたら嬉しいです。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローしてくださると嬉しいです。じゃあまたね、バイバイ、アンニョー。